トヨタ自動車、トヨタ自動車のモータースポーツ1957年のオーストラリア一周ラリーに出場したクラウンの再現者。このレースへの参加がトヨタのモータースポーツ活動の始まりとされる TS-050 ハイブリッドをイメージして作られたハイパーカーのグレーンスーパースポーツコンセプト。現在のトヨタのモータースポーツは市販車との距離を急速に縮めている。 トヨタ自動車のモータースポーツでは、トヨタ自動車のモータースポーツ活動の歴史について記述する。レクサス、サイオン、グレームなどの同社のブランドやトヨタ自動食器など、トヨタグループの企業の活動に関してもここで述べる。トヨタ自動車のモータースポーツ活動の最大の特徴は、ジャンルを問わない幅広さである。1960年代から今日に至るまで、 プロトタイプカーツーリングカー GT ラリーフォーミュラカー、オフロードストックカーダートオーバルドラッグレース、ヒルクライム、ドリフトなど、あらゆる四輪競技に競技者あるいは支援者の形で、関わり、スーパーの勝利とタイトルを収めてきた。世界選手権においては WRC で3度、WEC で1度マニファクチャラーズタイトルを獲得。また北米では、デートナ500、インデ500、 デートナ24時間、セブリング12時間、パイクスピークヒルクライム、バーハセンといった主要レースすべてで総合優勝したことがあり、インディカー、ナスカー、イムッサ、ホーミュラドリフトなどシリーズ戦でもマニュファクチャラーズチャンピオンにも輝いた。自らもドライバーとしてニュールブルクリンク24時間レースなどに参戦する豊田明夫が社長に就任して以降は、 トヨタのモータースポーツ活動はトヨタ画像レーシングのブランドのもとにもっといい車作り、車ファン作りの象徴として市販車開発とも強く関連づけられるようになった。その姿勢の原点として創業者である豊田喜一郎の言葉が引用されている。これから乗用車製造をものにせねばならない日本の自動車製造事業にとって耐久性や性能試験のため、 オートレースにおいて、その自動車の性能のありったけを発揮してみて、その優劣を争うところに改良進歩が行われ、モーターファンの興味を沸かすのである。単なる興味本位のレースではなく、日本の乗用車製造事業の発達に、必要格べからざるものである。豊田喜一郎、オートレースと、国産自動車工業1960年代の、体制は、豊田自動車工業と、 トヨタ自動車販売の2系列に分かれていた。時効では、第1回日本グランプリをきっかけに、時効、時半、ダイハツヤマハ発動機、日本伝送のレース好きが集まる、第7技術部が発足。第7技術部は市販車の改造に加えて、スポーツプロトタイプを開発し、ワークス核のチームトヨタが、日本グランプリなどの主要イベントに参戦した。時半は、 トヨペットサービスセンター特使開発部がツーリングカーのチューニングを行い若手ドライバー主体のセミワークス的な活動を行った。1971年にはワークス活動からクラブチームの TMSCR を支援するセミワークスに切り替えたがオイルショックの影響で1974年に国内のレース活動を休止する。一方で海外では 世界ラリー選手権に参戦するトヨタチームヨーロッパへの支援を継続した。2000年には富士スピードウェイを買収し、約200億円を投じて近代化回収を行い、2007年と2008年には海一日本グランプリを開催。2012年からは WEC を招致している。なお1981年にレース活動を再開してからは系列3部門が、 各地域のモータースポーツ活動を担当した。これらの部門の統括は従来本社のモータースポーツ部が担当していたが、2014年の組織改編で MSD はモータースポーツユニット開発部と名称を変更して技術系の業務に専念することになり、マーケティングについてはトヨタ全体のマーケティングを担当するトヨタモーターセールスマーケティングに一貫され分裂。 しかし2015年には組織改編で再び、モータースポーツ活動全般の機能を、トヨタ本社に集約することになり、新たに設けられた、モータースポーツ本部が開発、マーケティングの双方を統括、画像レーシングの統一名称で活動を行うことになった。1957年、オーストラリア一周ラリーに招待され、クラウンで出場して、完走、総合47位となった。 これが、トヨタのモータースポーツ活動の原点であるとされる。サファリラリーで優勝した、セリカツインカムターボ初のマニファクチャラーズ王者を、もたらしたセリカ GT43 度目の、マニファクチャラーズ王者のカローラ WRC4 度目の、マニファクチャラーズ王者のヤリス WRC その後、1973年から1999年まで、世界ラリー選手権にトヨタチームヨーロッパが、カローラレビン、 セリカ、スープラで参戦していた。1975年のセンコラリーでのカローラ・レビンによる WRC 初制覇に始まり、TA64 型セリカで1984年、1985年、1986年とサファリラリー3連覇を達成した。1988年、WRC 王座獲得を目指すべくツールドコルスで、 グループ A 規定の ST165 型セリカをデビューさせ、当時最強を誇っていた王者ランチアに挑み、熾烈な戦いを繰り広げることになる。そして1990年、ついにランチアを打ち破って、カルロス・サインツ、ルイス・モヤ組が日本車初のドライバーズチャンピオンを獲得する。また、ST185 型セリカにスイッチした1992年にも、サインツはチャンピオンになる。 1993年には日本の自動車メーカーとして初めてマニファクチャラーズタイトルを獲得。1994年も続けてダブルタイトルを制覇した。1994年のサンデモラリーではユハカンク年ニッキー・グリスト組により ST185 型セリカに代わって ST205 型セリカがデビューした。1995年は ST205 の開発がうまくいかず、わずか一勝特戦。そしてラリー・カタルーニャでエンジンの吸気量を制限するリストリクターに意図的に細工を施すという行為が発覚した。エアリストリクターが装着されたトランペット上の部品単体では問題ないがエンジンに取り付けると吸気の負圧でパーツがスライドして隙間ができ、その隙間から空気を吸入し、 パワーを上げるというものだった。国際自動車連盟は1995年シーズンのドライバー及びマニファクチャラーの全ポイント剥奪と1996年終了までの出場停止処分を発表した。トヨタ側はこの処分を重く受け止め、さらに1年間活動を自粛したが、後にトヨタ復帰を願う声を受けて1997年の終盤にテストを兼ねて参戦を再開した。 この時、セリカ譲りの 3S GTE エンジンを搭載した、よりコンパクトなカローラ WRC へとスイッチしており、この WR カーはすぐにタイトルを争う、戦闘力を発揮。1998年はオリオールに加えて、サインツがフォードから移籍。サインツが開幕戦で優勝を飾るなど2勝をマークし、マニファクチャラーズランキング2位でシーズンを終えた。 最終戦はサインツがタイトルまであとわずか数百メートルというところでエンジンブローという悲劇的なものだった。1999年は優勝こそチャイナラリーのみだったもののコンスタントに上位入賞を繰り返し5年ぶり3度目のマニュファクチャラーズタイトルを獲得。しかしサンレモラリーの直前に TTE は WRC 撤退と第一参戦を発表。 27年にも及ぶ日本最大のマニファクチャラーのラリーへの挑戦は7度のタイトルと43度の勝利をもって幕を閉じた。2015年1月30日にトヨタは WRC への復帰を表明し、2017年からヤリス WRC で参戦開始。シャーシ開発とオペレーションを富間記念レーシングエンジン開発は TMG が担当する。 開幕前は、マシン開発の遅れが懸念されていたが、フォルクスワーゲンから移籍してきたヤリー・コール・マティラ・トバラ、ミリカ・アンティラ組が、復帰初戦ラリー・モンテカルロで2位表彰台、2戦目のラリー・スウェーデンで早くも優勝を果たした。2018年には、後半に、オイット・タナック、マルティン・ヤルベオヤ組が3連勝を達成して終盤に、マニファクチャラーズランキング首位に浮上し、 そのままタイトルを手中に収めた。2018年終了時点の通算成績は、ドライバーズタイトル4回、マニファクチャラーズタイトル4回、勝利数50勝である。パリ高のトヨタ車たち北米オフロードレースの項に参戦する、タンドラ1983年に、カールウェルズの P を支援する形で、北米のラリーレード及びクローズドで開催される、オフロードレースに参戦。 初年度でスコアインターナショナルのドライバーメーカータイトルを獲得した。以降1984年から1999年までオフロード界を席巻し、マテグのマニファクチャラーズタイトルを11連覇した。その後もタンドラ・タコマがトラックを用いたオフロードレースで現在に至るまで圧倒的な活躍を見せ、マテグ、コー・トークなどの各団体で 圧倒的な数の総合タイトルをさらっていった。また1992年と1999年にはバハ戦で総合優勝を果たしている。北米以外では1995年からはトヨタ車体が TLC を組織してランドクルーザーでダカールラリーに挑戦しており、市販車無改造のディーゼル部門において1996年から2018年までの21回の 開催中、6連覇を3度含む18回のクラス優勝を手にしている。2012年からは、南アフリカ法人のトヨタが改造したハイラックスで、最高峰クラスに挑戦、2019年に8大体制を敷いてきたミニのワークス勢を破って、ナッサー・アル・アティア、マシューバ・ウメル組が念願の総合優勝を果たした。このハイラックスは、 クロスカントリーラリーワールドカップにも参戦しており、2016.2017年にアルアティア、バウメルによってドライバーチームタイトルを獲得している。耐久性の高いトヨタ車はプライベーターチームの間でも人気があり、ランドクルーザー、ハイラックス、スターレット、カリーナ、カローラレビンなどが古くから参戦した。1982年には、久保田マ内田正弘組が、 カリーナ1500で、市販車無改造、二輪駆動、バギーマラソンの4部門において優勝するという快挙を成し遂げた。また2017年のダカールは、四輪車、部門79台のうち36台が、トヨタ車という人気ぶりであった。JN5 クラスのビッツ GRMN ビッツの生産を担当している、トヨタ自動食機がチームを組織して、ビッツによる、 ラリー活動を行っている。同社の社員でもある、天野智之、井上幸子組が猛威を振るい、同チームは9年連続で、クラスチャンピオンを獲得している。また、スゴ腕技能用セーブを編入した、トヨタ画像レーシングが2015年から参戦し、スポーツ CVT の研究や、ビッツ GRMN による挑戦をしている。7ターボトヨタが、初めて、 スポーツプロトタイプのレースに参加したのは1966年の第3回日本グランプリである。ただしマシンは市販前の 2000GT で純粋なレーシングカーではなくプロトタイプカーのポルシェ906やプリンス R380 に遅れをとっていた。トヨタは1967年の第4回日本グランプリを欠場して、翌1968年に 自社初のプロトタイプレーシングマシン3リッター V 型8気筒エンジン搭載のトヨタ7をデビューさせる5月の68日本グランプリでは日産 R381 に敗れたもののその他のレースで勝利を収める日産が日本グランプリ以外に消極的であったのに対してトヨタは耐久レースに積極的に参戦したため耐久のトヨタと呼ばれた 翌1969年には5リッター V 型8、気筒エンジンを搭載するトヨタ7の第2期モデルが登場する。このマシンもデビュー戦の7月の富士 1000km で勝利を収め、続く8月のネットスピードカップも、日産 R381 を破り優勝。また11月の第2回日本キャンアームも制するが、肝心の10月の日本グランプリでは6リッター V 型12、 気筒エンジンを搭載する日産 R382 の前にまたも涙を飲んだ。翌年に向けてトヨタは日本初の5リッター V 型8気筒エンジンにターボチャージャーを装着した第3期モデルのトヨタ7を開発するが日産が1970年の日本グランプリの欠場を表明したためトヨタも欠場することとなる。トヨタの目は世界に向けられ、 トヨタ7ターボでのキャンアムへの挑戦を決意するが、それが決定したまさにその日、鈴鹿サーキットでトヨタ7ターボをテスト中の川井、ミノルが事故死、これにより、トヨタ7のプロジェクトは白紙にされてしまう。以降1980年代までトヨタは、プロトタイプカーのレース活動を中断することになる。TS010GT1、2005年、撮影 TS040 ハイブリッド。 2014年、撮影1975年には、シグマオートモーティブにエンジンを供給し、シグマ MC-75 が、ルマン24時間レースに参戦した。また、1973年に、マツダのロータリーエンジンを搭載した、シグマ MC-73 のリアウィングには、トヨタのスポンサーロゴが書かれている。1982年に、 世界耐久選手権の日本ラウンドが初開催されると、ドームとトムスが共同開発したグループシーカー、トムスドーム、セリカ c に、w r c o エンジンをベースにした4、気筒ターボエンジンを供給した。1983年から始まる、全日本耐久選手権より全日本、スポーツプロトタイプカー耐久選手権イコール、JSPC にも参戦。 ドームとトムスの共同開発によるトムス 83C88C を経て、8気筒ターボエンジンを新開発し、88CV92CV を送り込む。1987年からは、トヨタの名を冠した、トヨタチームトムスとして参戦を開始。TRD が開発を主導することになり、マシン名もトムスからトヨタとなり、 オイルショック以降中断していたワークス活動の事実上の再開となった。1985年からはルマン24時間レースにも参戦を開始し、1989年にはイギリスのトムスギガバイトを拠点として世界スポーツプロトタイプ選手権にもフル参戦する。ルマンには1990年まではターボエンジン車で参戦し、1992年、 1993年には、当時の F1 と同じ規定で作られた、自然吸気3.5リッター重機等エンジンを搭載した TS-010 で参戦。1992年のスポーツカー世界選手権、第一戦のモンツァで、日本人の小川人志が優勝している。同年のルマンでは、関谷正則が日本人で、初めて総合2位表彰台に上がった。 1993年にはサードの 93CV が C にクラス優勝を獲得している。1994年にはサードが 92CV を改造した 94CV で出場。しかし、ポルシェ 962C を GT として改造した、オキテアブルとも言えるダウアー 962GT の前にまたも2位に終わる。1995.1996年には続けて、 サードがスープラで GT1 クラスに参戦したがクラス8位15位に終わった。1998年から1999年にかけては TTE を中心に開発したトヨタ GT1 でルマンに参戦。マシン性能は他社に比べて優れていたがマシントラブルのために最高成績は1999年の総合2位止まりに終わる。その後10年以上は 海一参戦のため途絶えていたが、2012年にハイブリッドエンジンを搭載する TS-030 ハイブリッドでルマン24時間を含む FIA 世界耐久選手権に復帰。オペレーションは TMG とオレカがジョインとして行うことになった。日本人ドライバーとして石浦博明が参戦する予定であったが、腰を痛めていたこともあり中島和孝が代わりに参戦、そのまま、 レギュラーとなった。TS030 は、ルマンでは途中主を奪うシーンもあったものの、2012年は2社とも、リタイア、翌2013年のルマンは2位と4位に終わった。しかし WEC では活躍し、2012年の FIA 世界耐久選手権6戦と2013年の FIA 世界耐久選手権全8戦の計1 4戦中5勝を挙げた。 2014年からは、トヨタ初の4輪駆動、LMP1 である TS040 ハイブリッドを投入した。ルマンでは、中島和隆が日本人で初めて PP を取るものの、ゴーでのクラッシュとマシントラブルで3位に終わった。一方 WEC では、全8戦に出場し5戦で優勝したことにより、マニファクチャラーズランキングとドライバーズランキングの 両方で悲願のスポーツカーの世界選手権、タイトル獲得を果たした。2015年は、大量の開発費を投入して、ルマンで5秒ものタイムゲインをした、ポルシェアウリについていくことができず、良いところなく1年を終えている。2016年は、ルマンで勝利することのみを主眼に置いた TS、TS050 を、特艦で開発し1年前倒しで投入。そのかいあって、 ルマンでは終始有利な展開で進めたが、残り数時間で2位争いをしていた小林カムイがスピンし、ポルシェに2位を盤石にされる。さらに残り6分でトップ改装中の中島和孝のマシンに駆動系トラブルが発生、ホームストレート上にストップし、ルマン制覇の悲願は、どと消えた。また WEC では苦戦を強いられたが、富士では戦略とこの年デビューした。 小林カムイの頑張りによって2秒差でアウディから逃げ切って約2年ぶりの勝利を挙げた。2017年のルマンは3大体制となり3代目に前年スーパーフォーミュラ王者の国本雄二がエントリーした。ルマンでは小林カムイがコースレコードを更新する走りで予選ポールポジションをダッシュ。決勝も最初の6時間を1から2体制でレースを支配したものの 三台ともトラブルに見舞われた。特にトップを改装していた7号車のトラブルは、夜間の SC 中のピット出口の赤信号で止まっていたところ、マーシャルと同じ大色のレーシングスーツを着た、アマチュアドライバーが応援のためにサムアップしに来たのを発信家の合図と勘違いした結果起きたという、信じられないアクシデントによるものだった。結局この年は8号車が総合8位に入るに留まった。 WEC シリーズを通しては、ルマン以降は劣勢であったもののその後挽回し、タイトルには届かなかったが、優勝回数でポルシェを上回った。2018年のルマンは、TS0502 大体制で出場し、セバスチャン・ブエミ、フェルナンド・アロンソ、中島・カズタカの8号車が優勝、小林・カムイラの7号車が2位となり、20回目の挑戦にして初めて、ルマン総合優勝を成し遂げた。 日本メーカーとしては、松田以来27年ぶり2度目、日本人ドライバーとしては、あら政治以来14年ぶり3度目のルマン、総合優勝であり、日本メーカーの車両に、日本人ドライバーが登場して優勝するのは初めてで、あった。イーグルマーク31968年スカニ2000、GT が参戦したのが、トヨタの北米スポーツカー初参戦となる。 その後はトヨタ7での北米進出を目論んだが、前室の通りとんざした。1981年にイムッサの G2 クラスにセリカを投入。1983年にはダンガーニー率いるオールアメリカンレーサーズと提携し、1985年に GTO クラス初優勝を経て、1987年に日本メーカーとして初めて GTO クラスタイトル獲得した。 1989年より、イムスサ最高クラスの GTP クラスにステップアップ。1991年には、トヨタの2.1リッター時価4ターボエンジンを搭載する Eagle Mark III を投入。ライバルが繊維喪失して撤退するほどの勝ちまくりぶりで、1992年と1993年に、ドライバーズとマニュファクチャラーズタイトルを連覇。 1993年デートナ24時間レースと1992.1993年セブリング12時間レースでも勝利を収めた。なお1993年のタイトルは前線全勝で収めている。2004年から2009年にもレクサスのエンジンを供給する形でグランダムのロレックススポーツカーシリーズに参戦。チップがなしとともにデイトな24時間を3連覇。 2008年のドライバーズタイトルを獲得している。2010年のルファ2016年の C、HR レーシングニュルの耐久レースに初めて参戦したのは、1973年のセリカ 1600GT が初であった。6時間耐久であった、このレースには、後に豊田明夫の人生の死となる、成瀬博ひもドライバーとして参戦していた。 ピットのガレージを用意してもらえず、傘を差して屋外で作業するなど過酷な環境の中にリットルクラスで優勝し、会場から拍手が巻き起こった。なおこのセリカは同年スパ24時間にも参戦し、クラス優勝を獲得している2005年にはハイブリッドカーのレクサス RX400H で参戦。完走させることに成功した。2007年にはチーム画像として、 当時のトヨタ副社長である、豊田キオが、社員だけで構成されたチームを率いて、SP3 クラスに、アルテッツァ RS202 台で参戦。当初は、トヨタを名乗ることが許されなかったというが、トヨタが社長に就任してからも差別化のためか、あえて、トヨタを名乗らずに活動を続けた。なお、現在も用いられている黒と赤の、グレーンのロゴは2010年から使われている。 2008年には発売前のルファが SP8 クラスに参戦。以降2009から2011年にルファの二大体制で参戦。2010年にクラス優勝した。なお、この時同じピットであったアストンマーティンの CEO、ベッツと秋尾は進行を深め、2012年の VLN のコラボレーション参戦やトヨタ IQ をベースにしたアストンマーティンシグネットの誕生が実現している。 2012から2013年はルファを1台に減らし、代わりにこの年発売となった86を2台採用した。2013年にルファが SP8、86が SP3 クラスで優勝を飾った。2014年はルファ86各1台に加えてルファの特別使用者、ルファコード X が SP プロクラスに参戦。3クラスべての参戦車両が クラス優勝を収めた。2015年は、ルファコード X と、レクサス RC の2大体制で、ルファコード X が前年に引き続きクラス優勝した。2016年は、レクサス RC と、RC 会に加え、2005年以来となる、SUV の C、HR レーシングが参戦。これに市販車 CHR の開発責任者も乗り込み、 燃料計算のミスなどはあったものの感想。半年後の発売に向けて実りあるテストになった。2017年は SP3T クラスに RC1 台のみで参戦。スバル WRX、アウディ t TRS2 との三つどもへの戦いの中、スバルを上回るクラス2を獲得した。2018年は SP プロクラスに研究開発目的のレクサス LC を 投入。トラブルに見舞われながらも完走を果たした。2003年インで500を制した、チームペンスキーの G フォーストヨタ2010年1からに、フィニッシュを決めるフォーミュラ日本のトムス税フォーミュラにおける、トヨタは、1974年に、イタリアの伸バ社がチューニングした、トヨタに t G エンジンがヨーロッパの F3 回を設見したことに始まる。特にイギリスでは年連続で、 チャンピオンエンジンになる強さを見せた。このエンジンは日本にも逆輸入され、1979年から始まった全日本海参選試験でもたメーカーを圧倒した。そのため、中島サトルが1978年にイギリス海産に参戦した際も、トヨタエンジンを用いている。1980年代にはトムスがチューニングした 3SGE エンジンが登場し、 こちらもライバルの無限を圧倒して多くのタイトルを獲得している。またマカオ GP でも通算7勝を挙げる活躍を見せており、1983年にアイルトン・セナがマカオ GP を制した時のマシンもトヨタエンジンを搭載していた。全日本海産へのエンジン供給は現在まで続いており、最もチャンピオンを排出しているエンジンとなっている。 また1989年から2005年まで、フォーミュラアトランティックに TRDUSA のチューニングした 4A、GE エンジンを供給したり、1991年から2007年まで、フォーミュラトヨタを2005年から現在までオセアニアで、トヨタレーシングシリーズを開催するなど、育成としてのフォーミュラには特に積極的である。またトヨタは関わってはいないが、 ユーロフォーミュラオープンでも前身であるスペイン選手権の2001年以来現在までトヨタエンジンが使用されているトヨタ初のビッグフォーミュラ参戦は1996年アメリカのチャンピオンシップシリーズであるエンジン供給の形でイムッサでもジョイントしていたアート参戦したが当初は戦闘力も信頼性もなくエンジンの熟成には時間を要したしかし2000年には ファンパブロモントーヤのドライブでカート初勝利を達成。2002年にはドライバーズ・マニファクチャラーズのダブルタイトルを獲得した。2003年からはホンダと共にインディカーシリーズへ転身し、世界三大レースの一つであるインディ500を日本メーカーとして初めて制覇。さらに参戦初年でドライバーズ・マニファクチャラーズのダブルタイトルを獲得した。しかし2005年に ナスカーに集中するとして撤退した。会一にはシャーシエンジンとも自制するフルコンストラクターとして2002年から参戦。エンジンはウィリアムズにも供給された。しかしリーマンショックの影響で2009年シーズン終了後に撤退を表明した。ポールポジション3回と13回の表彰台を獲得したが、コンストラクターズランキングは 最高4位に止まり、優勝は一度も達成できなかった。国内では2006年より現在まで、フォーミュラ日本スーパーフォーミュラにエンジンを供給している。2018年現在まで、トヨタ勢は、ホンダ勢を圧倒し続けており、13年間のうちに、ドライバータイトル10回チームタイトルを12回、獲得している。 JGTC に参戦したスープラ2014年スーパー GT の GT500 クラスに参戦した RC 回1963年に初開催された日本 GP にパブリカコロナクラウンが出場。レースには積極的に関与しないという国産メーカー間の紳士協定の裏でトヨタ事項は密かにチューンした裏ワークスマシンを投入して出場3クラスを制覇した。 その成績を代々的に宣伝したことが、プリンスなど他メーカーを刺激し、ワークス対決のきっかけとなる。市販車ベースのレースでは、2000GT と 1600GT や S800 が活躍した。1966年の鈴鹿 1000km レースでは2台の 2000GT でワンツーフィニッシュ。翌年も鈴鹿 500km レースで優勝。 1967年の富士24時間レースでは、スポーツ800と共に3台揃って、デートなフィニッシュする干渉を収めた。1600GT のプロトタイプは、RTX の名で、ジコワークスが使用し、ツーリングカーの購入を得てからは、プライベーターにも愛用され、日産スカイライン 2000GT の画像を崩した。1970年代は、カローラ、スプリンター、 セリカ、スターレットなどが活躍。ワークス活動休止後はプライベーターに放出されマイナーツーリングレースで激戦を展開した。1982.19861987年にはイギリスツーリングカー選手権でカローラがドライバーズ王者マシンになった。1991年から1995年にはワークスで参戦し、 多くの勝利を挙げたもののタイトル獲得はならなかった。1994から1998年には全日本ツーリングカー選手権に参戦し、ドライバー部門で2度、チーム部門で1度タイトルを獲得。1994年代4戦からは全日本、GT 選手権に参戦。GT500 クラスでは2005年まで、スープラで4回、2006から2013年は、 レクサス SC で3回、2014から2016年は RCF で1回、2017から2018年は LC500 で1回ドライバーズチャンピオンを獲得している。GT300 クラスにもレクサスイズや MRS で参戦、MRS ではエイプリルの運用により3回のドライバーのドライバーズタイトルを獲得した。2009年からはカローラアクショ 2012年よりプリウスに車両が変わっている。また2015年より LM コルサによって RCFGT3 が参戦している。また開発、生産には関わってはいないが2015年から導入されたマザーシャシーに86の外観が用いられている。二千十七年からはレクサス RC 海 GT3 で海外にも戦場を求め始めており、リムスサの GTD クラスと欧州の GT オープンにセミワークス参戦を開始。2018年にイムッサ及びブランパン耐久で初優勝を挙げている。2017年、カムリのカップカー2000年、アメリカのストックカーレースであるナスカーのグッディーズダッシュシリーズに V6 エンジンの整理下で参戦したのが最初である。2001年、2002年と総合2位になった後、2003年、 2004年には、ナスカー三大シリーズの一つである、クラフツマントラックシリーズに単ドラで、ステップアップ。3年目の2006年には、ドライバーズ、マニュファクチャラーズのダブルタイトルを獲得。その後2017年に至るまで、当シリーズで最も、マニュファクチャラーズタイトル獲得数の多いメーカーとなって、猛威を振るっている。トヨタ北米進出50周年でもある2007年には、 最高峰にあたるネクステルカップシリーズとブッシュシリーズへカムリでデビュー。翌年の第4戦アトランタで外国車メーカーとしては1954年のジャガー以来日本車メーカーとしては初となる最高峰カテゴリーでの優勝を果たした。2015年にはカムリを狩るカイルブッシュが骨折により開幕戦から11戦目まで欠場という絶望的な状況を第逆悪転し、 日本車初の最高峰でのドライバーズタイトルをもたらした。2016年にはデニー・ハムリンがやはり日本車初となるデートナ500優勝シリーズでも日本車初のマニュファクチャラーズタイトルを獲得した。なお2016年はエクスフィニティシリーズでドライバーマニュファクチャラーオーナールーキー、キャンピングワールドトラックシリーズでもマニュファクチャラーオーナールーキータイトルを獲得しており、 三大シリーズ戦のマニファクチャラー部門すべてをトヨタがセース大成功の年となった。また同年、トヨタのマーティントゥーレックスジュニアがコカ・コーラ600で全400周中392周、588マイルというリードラップ最長記録を達成している。2017年はシーズン前半は苦労したが、 後半からトゥーレックス・ジュニアとブッシュが二人で13勝を挙げる活躍を見せた。最終戦ではトゥーレックス・ジュニアが優勝し、ドライバー・マニュファクチャラー・オーナー・ルーキーの4冠を同時に達成した。2007年ソアラのファニーカードラッグカー最大のシリーズであるんのに2002年から TRDUSA の開発したセリカベースのマシンでファニーカークラスから参戦を開始。 2004年に初勝利を挙げ、2008年にソアラ、2015年にカムリでクラスタイトルを獲得した。最高峰のトップフューエルクラスにはマルコツールズとジョインとして2010年に転校、その年にタイトルを獲得。その後2011年2012.2015、2016年にもドライバーズタイトルを勝ち取った。パイクスピーク。 インターナショナルヒルクライムにも参戦しており、TRDUSA が開発したセリカ GT オードターボをロットミレンがドライブし、1994.19961997年に総合優勝。1998から1999年はタコマにマシンを変えてこれもレパ合計5度の総合優勝を成し遂げている。 なお1994年のコースレコードは2007年に破られるまで最速タイムであった。2012年にも TMG の開発した EV ユニットを搭載した EVP002 が相川賞率いるチームの元参戦し EV クラス優勝を果たしコースレコードも樹立した。フォーミュラドリフトでは若者向け北米限定ブランドサイオンのチーム。 サイオンレーシングを組織して2008年から参戦。マシン開発及び具志シローらの支援をして、4度のマニュファクチャラーズカップを獲得した。サイオンブランドが廃止になって、以降もトヨタレーシング名義で参戦している。日本の D1 グランプリではワークスでは関わってはいないが、OTG モータースポーツは2013年から86に TRDUSA 製のナスカーの V8。 エンジンを搭載している。ダート・オーバルにも参画しており、2006年からユサックの主催するミジェットカースプリントカーレースにエンジンを供給している。2018年11月に初開催された第1回グランツーリスモ選手権マニファクチャラーシリーズに参戦し、レクサスとトヨタで1から2フィニッシュを飾った。2019年にトヨタ画像レーシングは E モーターズボルツに 本格的に参入することを表明し、手始めにグランツーリスモスポーツとの協力により、新型グレーンスープラを用いた e スポーツのワンメイクレース、グレーンサプラ GT カップを開催するとしている。豊田明夫社長自らラリーチャレンジに参戦アマチュア及びモータースポーツ、入門者向けのカテゴリーとして、大規模なワンメイクレースの運営を行っている。1981年には、 国内初のワンメイクレースとして、スターレットグラウンドカップを創設。2000年にはこれを引き継いで、ビッツやアルテッツァで参加する、ネッツカップを開催。ビッツレースは、趣味で参加できる、ナンバー付き車両レースとして2018年現在も、人気を博している。2013年には86及び、スバル BRZ によって争われる、ゾーレーシング86。 BRZ レースもスタートさせ、多数のプロドライバーやタイヤメーカーが参入する一大カテゴリーに成長している。フォーミュラカーでは1991年より2007年までジュニアフォーミュラシリーズとしてフォーミュラトヨタを主催。2006年から2013年には日産、ホンダと共同でフォーミュラチャレンジジジャパンを運営していた。また若手レーシングドライバー育成プロジェクトとして フォーミュラトヨタレーシングスクールやトヨタヤングドライバーズプログラムを運営。中島和隆、小林カムイを第一ドライバーとしてデビューさせた。また2004年からニュージーランドで若手育成のために F3 相当のトヨタレーシングシリーズを開催し、ブレンドン・ハートレイ、アール・バンバー、ニック・キャシディラを輩出している。またラリーでも2000年から ワンデー開催の初心者向けラリーシリーズである、ラリーチャレンジを自動車メーカーで唯一開催している。2015年に WRC 復帰を発表した後は、WRC のための育成プログラムを立ち上げ、全日本ラリー王者の息子、勝田木本と、新井大輝、子ドライバー王者の足立さやかを、欧州で修行させている。豊田秋夫が社長になって、以降は、特に、 モータースポーツを広報活動に積極的に用いており、地上波でトヨタ画像レーシングの CM が流れることが一般的になった。トヨタ自身も森蔵名義でグレーンラリーチャレンジや新城ラリーに参戦してファンと交流したり TV 番組やトークショーにも出演してモータースポーツをアピールするなど顔の見える経営者として知られる。また J スポーツと提携して 画像レーシングのホームページ上で、ルマン24時間や、ニュルブルクリンク24時間レースを無料ライブ、配信している。社員の研修にモータースポーツを用いることにも、熱心で、全日本ラリー選手権に得りすぐったメカニックたちで、組織した、凄腕機能用成分を送り込んだり、五大陸走破プロジェクトで社員にステアリングを握らせて、様々な道を経験させている。ありがとうございます。